このゲームなんか意外と音楽派なんだよな。おうおうおう。もっとモンキーの兵隊が必要だと。エイプトゥープ。なるほどね。Yes, we have to destroy these layers for ourselves and for other apes. うん。で？ん？ちょっとね、なんかこれ村作る系のあれじゃないね、ひょっとして。なんかそれっぽいな。なんかだいたいそういうゲームなんだよな。で、なんかこう騙しっていうかさ。違うあれで入っていくの、違うゲームに見せかけて結局はそれみたいなさ、あの海賊のさ、なんかあのほら銃撃ってなんか人質助けるみたいなさゲームあるじゃん、あのなんかバウンドさせてさ弾を、それもそうなんだよね。最初なんかそれだけかなと思って始めたらさ、なんか街づくり始まってさ、なんかこれもそれっぽいな。バーカー、ごチェックアウト。キャップ、I inspected it. The main structure is sound.とりあえず鉄が必要だと。いや、なんかそれ臭い、すごくそれ臭い。いや、もうこれなんか箱庭ゲームだろ絶対これ。多分ねこういうゲームってなんかひな形があるんだよね。元祖はトレビアンだと思うんだけど、でそれをなんかこう見た目だけ変えていけば簡単に自分のゲームが作れるみたいなさ、なんかそういうなんかベンチャービジネスがやってるんじゃないかな。もうシティホールが出てきた時点で絶対そうだよこれ、絶対そうだよこれ。であれでしょ、時短に課金でしょ、これなんかこう、あ、一応キリスト教なんだこれこのモンキーたちはキリスト教なんだ。え、これはただ今んとこね広告ないんだよこのゲーム。まあ、ちょっと途中からで途中動画途中からでも申し訳ないんだけどさ、ちょっと待って。いやこれ怪しいな。 This is a good start. Now we need to think about how to develop our city. シティデベロップってきたよこれこれ、やまさかこれは。あ、リソースがあると近くに完全にそうじゃねえかこれ。いや騙されたよこれ。あのミニゲームは面白いんだけどね。いろんななんか猿の種類がいるんだね。I studied ape history closely and prepared a plan based on our ancestors' experiences. Good work, Deputy Roger. I know it'll be a great help to our city. いやもう完全にそれっぽくね。こうクエスト出てきたしさ、ちょっとなんかデベロップシティみたいなやつ書いてあるよ。リペアシティホールもうか、完全にもうひな形に入ってるこれ。リペアシティホールってちょっと待って。ほらほらこれでしょ、時間かかるんだ多分。で時短するのにこれほらほら多分課金したりするんだよね。マジでこれスネークなんとかやってて同じようなゲームだった、だから同じかなと思ったんだけど、まあただミニゲームは面白いよねこれ。何これ、あ、またなんか鉄が必要くさいなこれな。なんだこれ、マウンテンライヤーレイヤー、まあやってみるかこれこれ結構面白いんだよこのゲーム。よし行くぞ。
やばいやばい。よしよし。これ、ね、操作性がちょっと独特なんだよね、これ。これなんか結構いろんな国籍のなんか国旗が書いてあるけど、それってそれぞれプレイヤーがそこから来てるってことなのかな。このアルゼンチンのやつちょっとぶっ飛ばしてな。こいつさっきもいたんだよね。で1位 取られたんだよね、これ。あ、なんかアゼルバイジャンいる。ウズベキスタンか、あれ。まだ、なんかすごい。カンボジアいる。カンボジアてめえ死ね。そしてこのウズベキスタンを次にぶっ飛ばす。追いつけねえ、早い。待て。惜しかった。おお、プラス20。カンボジアてめえ。カンボジア。そしてこのオーストラリアをぶっ飛ばす。でもこれ結構ね、楽しいね。爽快だね。おっしゃ。お、アウさん。アウさんじゃねえよ。まだやんのこれ。ちょっとこれ、このでかいバナナをね、いかにして集めるかな。手前のやつをかけるに。よっしゃ。これで俺もう勝ったよ、これ。スペイン、この死ね。パスサッカーじゃねえんだ、この野郎。プラス17。よし。待て。やばい、ワルニーが来た。悪いもなぜ、うん、でかくなるとね、なんか動き遅くなんだよね。こマレーシア、スペイン、てめえ、スペイン、やべ、かけるにを取らせろ。かけるには俺のもんだ。おお、なんかナウなゴリラ出てきたね。ディフェンスウォール作れと。なんかちょっとゾンビゲーム的な要素も入ってきてるのこれ。でこのベイカーに任せると。あ、こいつがベイカーね。んで、これなんか謎の物資が溜まっていくな。リペアシティフォロー終わって、まあ、リワードがもらえたと。今んとこ広告ないな、このゲーム。うん、生き残りたちを助けろみたいな。なんかさ、猿の惑星っていう映画が確か、リメイクされて、なんかエイプなんとかみたいな映画あったよね。それのなんかさらにパクリみたいな感じなのかな。結構こういうストーリーはね、本格的に凝ってるんだよね。隣の部屋うるせえな。隣の部屋のさ、あのシャワー浴びてる音なんだよ、これ。もろに聞こえんの。だから俺あんまり大きな声でこの実況できないんだよね。おお、すげえでかいやついたよ。これが襲ってくる的な感じ。ギガント。I'm glad you made it back safe, Alvin. This city is still too. Captain, here's a city recovery guide that we can follow. シティリカバリーガイド。There's fog everywhere. We'll know where we're going with this.ああ、探検に行け的な感じか。え、戦うのこれ、ギガントギガント戦うのこれ。よし、ん、なんか何を持ってクリアなのかよくわかんねえんだよなこれ。先にこっちをあれしろみたいな。で、なんかパイレーツ・オブ・カリビアン的なやつできてる。じゃあ行くか。さ、これはなんだ、またさっきと同じか。なんかね、またこれか。
なんかね、レースとかもあんだよ、これ。さっき、ざっと見た感じだけどさ。40、16、16。これいけるか？よし、いけ。16マイナスで、はい、いけると。よしよし。やべ、なんか、コンペティターが強い。50、60、60あればいいか。ちょっと待って、お前、邪魔すんの？よし、これはいけるぞ。これはいける、これはいける。俺がもらった。よっしゃー。今んと広告ないのはすごい評価できるよな。なんだこいつ。いきなり刃物持ってるやつできたよ。もうまあ仲間たちが囚われてるみたいなこと言ってんね。うん、ミュータントの猿とこいつらが争ってんのか。まあ俺たちの仲間を、さっきの海賊の仲間をなんか助ければ俺たちの軍隊がもより強くなるぞみたいな話をしてるけど、まあそんな簡単じゃねえんだけどな、軍隊って。食わしていかなきゃいけないからね。あの、すっげえ怪しい。完全に街づくりゲームだ、これ。箱庭系の。こういう騙し多くね、マジで。俺、あの、海賊のあの島のやつはマジびっくりしたからね。こんなゲームなのみたいなさ。これも、行くか。ちょっとあの、レースのやつチャレンジしたいな、いい加減。これ何？最初にさ、なんか、最初になんか選ぶ画面があったのよ。なんかその、レースかこれかみたいな。あれでレース選んどけば、全部のミニゲームがレースになったのかな。国旗ラオス。ラオス早いな、足。くそ。よし。なんだこれ、マグネット。70、これ勝てんじゃね？いけ。クロアチアぶっ飛ばせ。プラス8割る8、プラス 8？ プラス 8？ プラス8だった。よっしゃ。オウサム。ちょっと待って、これ最初のやつレース選択しとけばよかったな。ちょっと飽きるぞ、これ。さすがに。変えらんないかな。ちょっと後でやってみるか。マグネットが便利だね。よし、ちょこのベルギーをぶっ飛ばして、まあベルギーとかなんかいろいろ書いてあるけど、どうせこれ CPU だろうな。またベルギーぶっ飛ばして、なんかこれ、この国旗なんだっけ、モナコ公国とかそんなんじゃなかった。よし、いいぞ。ジェレミー、てめえ死ね、もうやろう。羽生えないからまだ続けんのかこれちょっと、うちレースにしたいよ、レースに。この動画もなんかもう20分とかいっちゃうじゃんこれ。ナックルウォーク、この何、主人公はこれゴリラなの、何なの。ナックルウォークしてるってことはゴリラだよね。おうおう、やばいやばい、かけるにかけるに、よっしゃ、分かったぞ。ちょ、次こそなんかレースしたよ俺。うん、で、うん、Thank you, Captain. Oh, I, left something in the ruins. It's very important to me. Will you help me find it? まあなんか、ものを探しに行けるのかどうかみたいなね。でも多分これ We must try じゃないと多分話進まないんだよね。これ
family don't look well. Please rest so you can recover. で、温泉マークなの。あ、なんかストーリーモードが始まった。どういうこと？あ、なんかミュータントの仲間がミュータントになっちゃったみたいな感じのあれか。で、これチャレンジ？アタックって言ったよ。ああ、で、ああ、どういうこと？これしか選べないでしょ、どうせ。ああ、なんか、ん？なんか弱そうだな、こいつ。ちょ、待て待て待て。どっちもレベル1か。で、どういうことだよ、これ。なんか、データとか出ないの、これ。待って待って。1人しか行けないの？足せないの、これ。足せるでしょ、これ。300分の180になってるからさ、こいつ足したいんだけど。あー、そうか、多分1つのリーダーに、例えばこいつだったら300名連れていけると、こいつも300名連れていけるって、そういう感じだね。分隊はないみたいな感じか。マーチ、レッツゴー。あ、もうこれ完全にもう完全にもそれ系のひな型ゲームだよ、これ。完全に。These mutations can happen anytime. We were too late. え？ I can't count how many monkeys I've seen lost to mutation.あんま、なんかミュータントになるの当たり前だみたいな、いっぱいいるみたいな。先に言えよ。どういう条件でミュータントになるんだろうね。病院作るみたいな話だね、これね。いや、もうさ、完全にこれそれで、あのトレビアンとかそっち系、こんなんだ。いや、もう完全にそう、これ。まあいいや。とりあえずもう適当に進めて、いいところで一旦切ろうか。今後このゲーム続けるかどうかわかんないけど、ただ広告がないのは本当に快適だね。逆に言うと、あの、そうだな、例えばあのライズオブキングダムスやってた時もこんな感じだったからね、広告なかったからね。逆に言うとあれだよな、多分あのウォーロボッツが広告ありすぎなんだよね。課金してるくせに広告取るあるからね。Here's the medical station. Note that only the series. We must also pay attention. ヒールと。なんか今ピーポーピーポーって言ってなかった。で、これチャレンジまたしたいんだけどさ、話が進まねえな、これ。チャプター2をクリアしろ、目的なね。うん、いや、もう完全に、いや、もうこれか。結局これもそういう系のゲームだったか。いや、で、あ、もう完全にそれだよ。やっぱこうやって考えると、ぶっちゃけもう、まあ、悪口じゃないけど、ウォーロボッツちょっと異常だな、広告の数。あんないっぱい広告つけてどうすんだろう。うん。あ、来た、チャレンジ。で、これチャレンジさ、変えたいんだよ、あの、これじゃなくて、ちょっと待って。変えらんないの、これ。あの、バナナゲーム飽きたんだよ。
やり直せないのこれ。いや、ちょっとやり直したい、やり直したい、これ。ちょっと待って、これ。なんかいきなりなんかでけえのいるしさ、うん、爆弾あるぞ。ん？これダメージ与えられる感じかな、これ。おい！痛い。やり直せないのこれ。やり直そうか。あれ、ちょっと待って。レースの方やりたい。飽きたこれ。出てんのこれ。これさ。セッティングじゃないな。違うな。最初にあのね、なんかゲーム設定みたいなのあったんだよ。ちょっと待って、どれだっけな。一回アンインストールするしかないのか、これ。もう、いいって、もうこれ。どうやってやめんだよ、これ。なんでこれ USA になってんの、国籍。ん？セッティングじゃないよこれ。やり直すのどうやってやったらいいのこれ。こう、ん？なんだ、ちげえよ。違う。なんか変なんだよ、なって。これで最初からやり直しになんないかな。ん？なんか遅いな。始まんねえじゃねえかこれ。どうなってんだよ。よし、やり直しになったかこれ。まあ以上エイジオブエイプスだったとさ。